青木大二郎は、日本の海軍軍人、海軍大佐。ミッドウェイ海戦で撃沈された、航空母艦、赤城艦長として知られる。海軍兵学校を1913年12月に卒業。同期生に、草加龍之介、木村正富、田中来蔵らがいる。1937年12月、大債昇進。水蒸気母艦、水保艦長。 横須賀海軍航空隊予科連部長を経て、土浦海軍航空隊司令として、太平洋戦争を迎える。1942年4月25日に赤城艦長に就任。しかし、就任2ヶ月に満たない同年6月5日、ミッドウェー海戦において、赤城は、被弾、炎上。青木は沈没まで指揮を取り、乗組委員の体感を図った。 帰国後7月14日付で予備役に編入されたが、招集を受け海南警備夫婦となる。その後は、海口海軍航空隊、佐世保海軍航空隊、元山海軍航空隊の各司令を務めた。元山空で終戦を迎えた時、青木は内地に飛行機で戻り、残された隊員たちはソ連軍の捕虜となり、シベリアに抑留された。このことから、青木の行動を、 敵前逃亡と非難する、元部下もいる。その後、公職追放となった。筑波大学教授、青木明は息子。その妻は、女優の佐々木澄江。渡辺洋次、戦雲の果てで、総理長官房官坂編、公職追放に関する覚書該当者名簿、日比谷整形会、1949年、1ページ。NDLJP。 1276,156芝良太郎からの手紙ミッドウェイの館長ありがとうございます